皆さんこんにちは、メメモリストリート村山です。かなです。今日は何をするかと言いますと、はい、今までね、歴代ではシュプリーム、まあ一番ねシンボルというか象徴的なアイテムって皆さん何を思い浮かべますかね。まあ一つやと思うんですけど、うん、僕もね、今日着てるボックスロゴ、はい、まあ、どっかの例えば、店舗がオープンした時に、はい、まあ、記念のボックスロゴっていうのが出るんですけど、うん、まあ、今日はそういう記念の、オープン記念ボックスロゴであったりとか、あとはまあなんかうちらが、ああなるほどね、うん、気になる、ちょっと珍しい、じゃあボックス、そうです、についてお話ししようかなと思います。はい。でなんか最近出た系のやつ、まあ、はい、このバンダナボックスとかは、はい、ちょっとやめてます。サブック、うん、はい、なら行きましょうか。はい、はい、一発目ですね。はい、こちらは2004年のロサンゼルス店オープン記念。はい、これなんて読みますか。これはヘブリューじゃない、ヘブリューヘブリューロゴティ、多分おそらくヘブライ語でシュプリームで書いてるのかね。いやと思います、うん、最後これ Y にしか見えんけどね。そう思った、ね、なんかね、ジャコみたいな、最初の4つがジャコみたいな感じで、最後ジャコジャコでしょ、これジャコやね、ジャコ Y やね、ジャコのジャコ Y ね。でこれは、はい、2004年に、うん、シュプリームロサンゼルス店がオープンした時の、記念の、ね、T シャツですね、はい、で背面に、店舗の住所ね、ロサンゼルス店の住所が、プリントされています。はい、これもまあないね、見たことないね、実物ない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 、1回だけあるかな、ストリートに1回だけ入荷したんですよ。えっ、そうだっけ、多分そこで見たと思います。めっちゃ最初前けど、なんかこのさ、ロゴというか自体は、はいはい、2014年に、うん、あのニューエラの曲で、ね、出てるじゃないですか、うんうんうん、だからこれ見たことあるっていう、これはあるけどね、うん、人は多いかもしれないけど、ジャコね、ジャコ、うん、ボックスで見たことがあるっていう人は少ない、ね、確かに、 T シャツやからね、うん、あ、ないっすね、ないと思います、はい、次いきます。はい、はい、あ、これね、原宿店オープン記念の、うん、2006年 AW に出た、スネークボックスロゴティーですね。はい、これはうちに1回だけ入りましたね。入ってたっけ。入った、すごいな。30分ぐらいじゃなかったっけ。はい、よく覚えてんな。おそらく、はい、うん、原宿ってそうなんですね、まだ2006年やからまだ新しい店なんですね。新しくはないけどまあまだ15年、まあそんなことないか、うん、でもまだ2000、あ、そらそうか、別に新しくはないか、うん、はい、2016年とかやったらね、そう、それは新しいなと思うけど、言っていいかもしれないけど、うん、でちょっとこれね、あのプリントじゃなくてツルツルってポコポコポコってしなかったっけ、せやね、うん、ちょっと凹凸があって、うんうんうん、ほんまにちょっとだから手で触ったら、うん、このスネークの柄というか、うん、それが感じれるようなやつやったと思います、うんうん、やったと思う、せやね、うん、関係者のみに配られた非売品なんですよね。あ、そうです、このピンクはね、そうです、通常のやつは、グレーボックスと赤ボックスですね、うん、はい、だからなんかね、このピンクのやつ、はい、その非売品だけ、うん、確か後ろに、オープンした日が、はいはいはい、こうバッて大きく入ってるみたいな感じだったと思います。せやね、入ってた気がします。うん、だからそっちが入ってきた、入荷したってこと、これ、うん、ピンクのやつが入ってた、すげえ。はい、じゃあ次いきますね。2008年の、うん、こちらは名古屋店オープン記念の、はい、ボックスのボディで、これは、金のシャチホコ、まあ、名古屋って言ったらね、シャチホコ、うんうん、僕はそうじゃないんですけど、いや、それは名古屋のあれやで、うん、名物というか、うん、あれやけど、名古屋って言ったら何を思い浮かべますか。味噌やんな、ヤバトンでしょ。あ、うん、そう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 、ね、うん、まあ、この金は、うん、名古屋の、金のシャチホコを、うん、彷彿とさせる、金箔、あの感じですね、金の折り紙みたいな、ああなるほどね、はいはいはい、イメージですね。プリズムのボックスとかあるんですけどね、折り紙のプリズム柄みたいな、ホログラムのやつ、ホログラムのやつ、ホログラムのやつは後で出てくるかもしれないです。あ、ほんま、はい、はい、これは名古屋ですね。はい、これです。はい、出ました。こちらは、11AW の、ロンドンですね、うん、オープン記念 T で、これは半袖の、T と、ロン T も、これかっこいいよね、これかっこいい、 11AW、まあ、ロン T っていうのがちょっと珍しいよね、うん、出た中でロンドンのシュプリームとか行ってみたいね。どんな感じなの、ロンドンの人もおしゃれですよね、うん、おしゃれなイメージ。はい、次いきますよ。はい、はい、2012年の AW、弾丸ですね、通称、はい、弾丸ボックス、うん、もうあれですもんね、入り口のとこに弾丸の跡が、そう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 、弾痕ですね、うん、弾痕、こっちじゃないですよ、絶対言うと思った絶対言うと思ったこれはかっこいいですね、かっこいい、めちゃくちゃいい、黒っていうのもいいよね、うん、これ僕一回昔持ってたんですけど、あ、そうなの、どっかへ行きましょう大事にして、多分どっか行く、まあ、あるかもしれないですけど、なんかそのオープン記念で出た中でもこれはすごい人気が高かったように思います。はい、はい、次行きましょう。はい、来たね、これはまだ最近記憶に新しい、うん、16SS の、それでも16だよ、5年前か、そう、
パリボックスですね、はい、パリオープン記念、後ろにはボンジュールマダム、これ10/3/2016は、その日ですね。そうです。色もね、白黒やし、でこの黒のボックスってのはすごいシンプルで、うん、ね、他だって大体変わり種じゃないですか、うんうん、色ついたりとか、うん、で結構芸能人の方でも着てる人が多かったって、うん、確かに、で、うん、パリっていうのはいいです。いいね、なんかパリでこの黒かっていう感じもするよ ね、うん、ね、だからまあストリートにこれを買ってた人とか着てた人って結構ストリートに合わせるよりかはちょっと綺麗めな方が多かったんじゃないかなって思います、うん、はい、モードと合わせたりとか、うんうんうん、ね、はい、次行きましょう。はい、次が、これも超最近ね、これかなちゃんのイメージがすごい強い。あ、これのですか。だってアノラック着とってる。これ着てました、着てました、ね、17AW、ブルックリンですね、はい、ブルックリンオープン記念のボックスロゴ、うん、あ、そうね、利益は巨大ハリケーンの被害を受けたプエルトリコの復興のために寄付されてますね、はい、これも一個一個違いますよね、この柄が。そうなんや。おそらくそうやと思うんですよ。へぇ、はい、一個一個個体差があって、この鴨柄があったと思います。いろんな種類が。じゃあなんかちょっと黄色の面積が少なかったりとか。そうそうそう、もうあると思いますけどね。へー、はい、ブルックリン懐かしいですね。でもこれはなんか結構印象に残ってるって人多いと思う。残ってますね、うんうん、でこれぐらいからすごい偽物が多いなって思い始めたかも、はいはい、よう作られてた気がする。はい、19年 AW、 あ、これはもう昨日のことのようですねいやほんまに、でも2年前なんや。そう、それ思った。マジで。うん、サンフランシスコのオープン記念、うん、でこれはゴールデンゲートブリッジをイメージしたオレンジボックス、うん、確かほんで後ろにも何か書いてたんじゃない。何か書いてたと思うね、住所か、番号か何かあった気がしますね。何かあったと思うでこれはオレンジっていうのがね、いいですね、うん、あ、これで終わりか。あ、そうです、そうです、はい、ショップリミテッド系は終わりですね。はい、次、次からはちょっと珍しい、珍しいというかレアなやつよね、あんま見えないですね。そうです、はい、行きましょう行きましょう。これですよね、先月です、うん、2006年ホログラフィックボックスロー、はい、ちょっと経年劣化でこの折り紙が取れたものですよね折り紙というか折り紙みたいなやつ、うん、ほぼ折り紙やけどね、ほんまにね、うん、まあ、それはそれで味があっていいんですけど、綺麗な、綺麗なやつで見たことないかも。そうですね、なんか角がやっぱちょっと剥がれてきたりとか、ちょっとね、ピッてなってたりとか、うん、こういうキラキラ、うん、まあ、遊戯王カードとかもそうやけど、うん、ビックリマンとかもそうやけど、うん、ホログラムっていうのは惹かれますよね。男の子はそうやと思うんですよ。女の子ってあんまりこういうキラキラしたやつってどうなんやろな、あんまないのかもしれない、ね、これはなかなか面白い、こんなんあるんかと思いますね。次行きます、はい、あー、ソプラノや、これ俺クイズで答えれんかって言う。そうな、ソプラノボックス、はい、これはマフィアドラマのソプラノズの、ロゴをサンプリングしたやつで、 R が、ピストルの形に、はい、そんな前なんや。99なの。うん、一番高いのかな、その歴代のさ、ボックスロゴでプレネがついてる中でも。どうなのね、この辺ってでももうね、売る方のいいねやからね、まあ、ネット記事をちょっとチラチラ見てたら、うん、70万とかっていう、まあでも一番高いって言われてもな。うん、次行きますか。はい、はい、出ました、パトリオットですね、2001年、同時多発テロのチャリティーとして入れされた絵ですね、はい、背面の、少しの裾の方にホームザブレイベスト、同色でプリントされています。ほとんどちょっと分かりにくい感じでプリントされています、まあ、ホームオブザブレイベストとは何ですか。すいません、ちょっと分かんないです勇者たちの戦場で、ね、これはだからアメリカの、ね、人からするとまあちょっと意味があるね。うん、はい、そしてそのつながりで次ですね、はい、これは2011年の、東日本大震災、はい、チャリティーとして入れされた日照旗、ベネフィットボックスオーティですね、うん、多分ねこのデザインはちょっとこう賛否両論やと思うんですよ、うん、やけど、そうだね、私はちょっとこう明るい未来が見えてくるような感じかなと思って、はいはい、プラスには思ってます、まあ、ちょっと異色なね、うん、これ知らん人多いんじゃないですか。パトリオットもそうやけど、ベネフィットとかも絶対知らない人も多いんじゃないですか、ね、うん、行きましょう。はいはい、あー来た、あ、これ最後です。あ、マジで TOKIO にゃん、これ、え、知ってた。いや、知ってるけど、これ何なんかなと思って。 TOKIO マガジンっていうのは、うん、何なんやろ、僕それ、これ名前してるけど TOKIO マガジンって何なんやろ。私知らないです。ファッション、カルチャー誌やね、ファッション誌というか。へぇ、全然知らない。今デジタルのメディアで復活してるくさい、ね、あ、そうなんや、うん、なるほど、勉強なんですね、うん、でその TOKIO マガジンのコラボの企画で抽選200人限定にされたアイテムなんで、これはめっちゃレアちゃいます。めちゃくちゃレアと思う、うん、そもそもでもこれはもう箱型になってるけど、スプリームのここにしか書いてないから、ね、そう、スプリーム VS TOKIO って書いてあるかな。
なんかこれはちょっと変わり種というか、うん、ボックスロゴではないけど、うん、まあでも一応ボックスロゴティーと銘打って出してるやつやもんね。うん、あ、まだありましたね。あるやんか。多分これで最後です。ジョークールないなと思って2007年 SS ですね。はい、これ僕めっちゃ一番好きかもしれない。かわいいよね、うん、スヌープドッグの、アルバムジャケのデザインとかも手掛けてる、ジョークールさんとのコラボアイテムですね。はい、これはまだそのボックスの中でもそんなにプレネが高くないと思う。そうですね、ただもう見つけるのなかなか難しいと思うんですよね。うん、ジョークールってあれなんやね、スヌープのいとこなんや。え、そうなん？スヌープドッグのいとこなんですね。そうなんや。で、ね、このジョークールさん、このスヌープのアルバムジャケットを、手掛けてるって言うんですけど、これね、家にスヌープのファースト。これ知ってました？もちろん。おお、すごいね。レコードもあります。あー、すごいね。だからこれ言いたかったね。そうです。はい、ということで以上になります。いろいろ見ましたね。まあ、なんかそんなに全部深掘りしてないし、うん、軽く、まあ、軽くね、おさらいみたいな感じかな。そうですね、うん、まあ、こんなんもあったねっていう。はい、まあ、けどおもろかったね。面白かった。そ、まあ、このねボックスロゴを、はい、まあ、特集とかやったわけですけども、なんでやと思います、このタイミング。エミリオプチカ。そうです、出ますね。ブランドについてあんまり詳しくないんですけど、うん、まあ、柄はすごい特徴的ですよね、うん、昔でもビーチタオルでエミリオプッチみたいな柄のやつ出てる。あったあった。うんうんうん、あれはイメージあって、なんかでもさ今思ったのが、エミリオプッチっていうブランドのイメージとしては、はい、ストレートとか結構離れてるイメージやから。まあ確かにね。だから着るってなったらストリートに寄せるんじゃなくて、多分ちょっとそういうハイブランドとか、はいはいはい、そっちの方が合うんかなと思ったので。なんかジョジョって感じ。ジョジョ、ジョジョとか好きな人が着てそう、ピチピチで。分からへん、難しい分からんけど知らんで、俺もめっちゃ適当に言うてるけど。絶対適当に言ったやん。じゃあまた入荷したらちょっと。そうですね、気になりますってね。気になる、うん、紹介しましょう。はい、でまだまだあるわけですよ、ボックスロゴなんてものは、はい、なのでまあ第2弾とかね。まあ、あの今回 T シャツであったけどね、うん、珍しいパーカーフーディー。パーカーフーディー一緒ですねパーカーとトレーナーの、まあ、古いやつとか、ね、うん、ちょっとこんな手にやって見ても面白いかもしれない。あ、確かに色とかね、ちょっと珍しいのも出れたしね。そうそうそう、またじゃあ機会があればやりましょう。そうですね。はい、はい、では、本日の動画もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と、高評価とインスタグラムのフォロー、よろしくお願いします。お願いします。では次の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございますありがとうございました。